インド英語とは、インドで使われる英語の方言のこと。国別英語話者数ランキングによると、アメリカ英語の次に話す人口が多い。インド共和国では、イギリスによる植民地化をはじめ、イギリス英語が普及し始めた。英語は、インド共和国の公用言語になっている。インド英語では現在でも、アメリカ英語ではなく、イギリス英語の単語が使用されている。 パキスタン英語、スリランカ英語やバングラデシュ英語とは異なっている。イギリス英語を基調としているものの、R を強く発音するため、母音が後続しない R も日本人の耳には、ルのように聞こえる。現代の英米では発音されない音も含めて、綴り字通りに読む。ヒンディなどインドの諸言語からの借用語も使い、また、英語本来の単語でも、 イギリス古典文学に登場するような古めかしいものを用いる場合があるという特徴もある。ヒンディー語の影響から進行型を非常に多用し、インド英語では英語の動詞の70%近くが現代進行形の時制で堂々とまかり通る。時にアメリカ英語やイギリス英語では通常進行型にしない単語も普通にイング進行型で表現される。 不可疑問型は、脳、no、またはコレクトを付加することがある。ヒンディーなまりの英語は、ヒンドゥー・イングリッシュ、略して、ヒングリッシュと呼ばれる。なお、インドでは憲法によって英語は、連邦公用語の地位にあり、英語は、インドの共通語として使われている。ありがとうございます。